Sal!窓の障壁を力づくで邪魔だ滅びよ甘いわよ私の番ねいや滅びよ これそうか竜兵どもに供給してた S ウェポンとかいう仕方ないわね私の番ね するわ私の番ねそれ甘いわよまあこんなものかしら行くわよ、それ。今よ。さあ。滅びよ。行くわよ、それ。 気合を入れなさい。甘いわよ。私の番ね、それ。
私の番ね。いや。滅びよ。滅びよ。甘いわよ。いいか。悪くないわ。何よこいつら。ミリアムやアルティナと同じ、命の息吹を感じない、結社の人形兵器みたいな。不甲斐ない。って誰ですの。こりゃ驚いた。お前黒猫か。誰が黒猫よ。って新速にバンダナ男。その名はやめろって。もう卒業したんだからよ。しかし OZ そっくりのクグツか。結社関連かよ。結社から盗んだ技術を応用して作ったものでしょう。つくづく忌まわしいというか、胸が悪くなる連中ですわね。あんたら一体どういう。何、今度こそ利子を返してやろうと思ってな。え、しまっとけ。なくさないようにな。登録アカウントを破棄、適正対象に再認定します。殲滅モードに再移行、リンクシステムを起動します。戦術リンク。ふん、生意気な。来るぞ。おら、シャキッとしやがれ。さあ、気合を入れなさい。
なよ。まだまだこれからですわ。プリズムキャリバは不可能と判断。自爆モードに移行します。趣味悪すぎでしょ。マスターだ。え、騙したな。だから言ったろ、利子を返すってな。私はあくまでついでですけど。バリマールと剣のところに行こうとしてるんだろ。そこまでは付き合ってやるよ。ちょ、何勝手に話を進めてんの。そうだ、この距離だったら。だが良かった、教官たちが無事でいてくれて。無事というにはやべえ状況みてえだがな。だからこその僕たちだ。ああ、取り戻すぞ。さすがに引っかからないわよね。行くぞ。
もらった。僕の番だな。俺の番だな。いいもんをくれてやる。ほら、ほら、崩れたぜ。合わせてもらうぜ。了解。はっ。私の番ね。今よ。もらった。行くぞ。はい。俺の番だ。うん。そこだ。任せろや。ええ。お返しだ。任せなさい。行くぞ。はっ。いいぜ。ああ、俺の番だ。そこだ。私の番ね。行くぞ。俺の番だな。ああ、ザコどもが来いや。ええ、俺の番だ。今だ。もらった。ノルドの槍術、圧倒的ですね。クルトの双剣も見事だ。まだまだこれからだ。お宝じゃねえか。俺の番だ。竜巻を投げ払え。今だ。もらった。ええ、任せなさい。行くぞ。いいぜ。ほら、とっとと行くぞ。
封鎖された扉。ああ、解除できる端末を探すぞ。チャンスね。崩れた。ここだ。任せてくれ。最高だ。いいぜ。崩れたぜ。食らいなさい。ええ、やらせん。任せなさい。だよし、はっ、いいぜ。はっ、ええ、はっ、させない。任せてくれ。僕の番だな。さあ、先に進もう。慣れないもんだな。よし、解除した。とっとと戻って一気に突き進もうぜ。任せてくれ。
ええ、せい、いいぜ、よし、せい、しゃらくせえ、任せろや、はっ、あたしの番ね。さあ、とっとと先に進むわよ。君たちにはつくづく驚かされるよ。てめえは。先輩、本当に久しぶりですね。聖杯の前じゃろくに話せませんでしたし。1年半ぶりか。遥か昔のような心地だが。その眼差し、そして尋常ならざる気配。例のやつ連れてるんでしょ、ジョルジュ。ゲオルグです、サラ教官。これはナグルファル。女性としての僕の獲物ですよ。
私の番ね。やっせい。さてと、任せるがよい。私の番です。いや、そこです。ここです、ユーナさん。アクティブ。行くぞ。行こっか。たまよ。任せて。私の番だな。行きます。よし、行こっか。せいや、クリア。まだ気は抜けないね。でもよかった、リンさんもセリーヌも無事であとは全員で出迎えて合流するだけですね。ああ、このまま突き進むぞ。はい、了解です。さて、こちらの先生です。せーの、やっ！はあ！とどめ。私の番です。ブリューナク起動、照射。任せるがよい。壮烈弾！崩したぞ。いただき。とどめ！行くわよ！やっせい！さてと、私の番に、やっせい！行こっか。はっ！チャンス！スキュリ！私の番だな。トン！甘いよ。クリア。まだ気は抜けないね。
何かの装置？どうやら稼働しているみたいですが。わかりません、私の記憶にも。そっか、ちょっと気になるけど。今は後回しにするしかなさそうね。戦闘を開始します。排除する。任せるがよい。逃さぬ。せいや崩したぞ。決めるぞ。ピーや、はい、私の番ね。やっせい。さてと、今です。いただき、お返し。私の番だね。許さぬ。油断したかな。行くわよ。やあ、ありがとう。行くぞ。私の番です。行くわよ。せい。甘いよ。お返し。私の番だね。はっ。任せるがよい。さてと、や、迎撃完了。作戦を継続します。各種ステータスアップ。お宝発見。迎撃完了。作戦を継続します。
よし、やったわ。これって封鎖されてる？どこかに解除できる端末がありそうですね。任せるがよい。迎撃完了。作戦を私の番です。今です。ここです、ユーナさん。オッケー。あ、いや。行くぞ。崩したぞ。いただき。私の番だね。はっ。私の番です。いや、そこです。いただき。なるほど、これは狭いな。私の番だね。やっ、私の番だな。さてと、そこです。いただき、行くわよ。私の番です。いや、たまえよ。行くわよ。はっ、せい。
先に進みましょう。気分爽快かな。うん、解除したぞ。引き返して扉の先に向かいましょう。そろそろ教官と合流できそうですね。待っていてください。いやあ、来たか。熱き血潮の乙女たちよ。あなたは、まさか。その仮面は。可能性は予測していました。とはいえ、さすがに悪趣味。赤のロスバイセという乙女たちよ、見知りを決め合おうか。S ウェポンの延長、魔光騎兵ってやつらしいな。魔光兵と気候兵を合わせたような機体、よからぬ話も聞きますけど。
私の番ね。さあ気合を入れなさい。さあ頼んでませんわ。およ、行くぜ。記憶は戻ったわけね。ああ、黒歴史なんかも含めて一切合切よな。少なくとも今はこいつの味方だ。安心しな。そう、まあエマたちと合流するまでは当てにさせてもらうわ。ヒュー、お宝発見。なんと凄まじい煮えとしての力か。たくバカ野郎が。この二人どうして。なものかしら。あふん、ま、当然ね。行くわよ。それ。
するわ。ふん、頼んでませんわ。お返しだ。お返しだ。滅びよ。正気、一斉に行きますわよ。ま、悪くはなかったですわ。魔女の使いが人型になれるとは思いませんでしたけど。ふん、好き好んでなりたい形じゃないからね。クリアノスより力は劣る分、こういうのは得意なだけよ。ふん、お前さんにもいろいろあるんだね。余計なお世話。しゃあ、押し切るぞ。消えろ。隙ありだぜ。行くわよ。それ。おいよ。そこだ。そこだ。リン、決めるぜ。行きますわよ。はぁ。正気。甘いわよ。およ。そうだ。時間がねえ。次行くぞ。で、敵機体の筆頭大使がなんで手を貸してるわけ？そりゃそいつが心配だったからだろ。違います。私にもいろいろあるだけですわ。お宝ですわね。およ、そこだ。
勝機。甘いわよ。悪くはないわね。当然ですわ。やれやれ、予想通りか。当たってほしくはなかったけど。まあ気づかれますわよね。あの日以来、マスターのなされようにお前が納得していないのは知っていた。でも本当に後悔しない？ここでたもとを分かつことになっても。するに決まってるでしょ。あなたたちのことだって。ですが、マスターに導かれた魂はもう私自身を欺けない。私も手を貸してしまった。世界に滅びをもたらす黄昏、それが意味することを斧が目で見極めると決めたんです。あんた見込んだ通りっつ生きやよし。私たちの最古参でありながら最年少でもあった人本当に成長したわね、二人とも。って、あくまで年下扱いですか？いろいろと盛り上がってんじゃねえか。火炎魔人マクバーン、まずったな。あんたは出かけてると思ったが。昔っから鼻はいいんでな、おいしい匂いには敏感なんだよ、青の騎士。それにいい感じに混ざりきったやつがいるからな。鬼と化し、終末の剣を振るって黄昏を引き起こした張本人、灰色の騎士、いや灰色の鬼、リーン・シュバルツァー。ナイト流の構え、会場要塞で散々お世話になった。それでも覚えていないんですね、私たちのことも自分の本当の名前も。ああ、私にあるのは偽りの名と使役される役目のみ。叶うことなら枷を外して君たちに頬ずりしたいくらいだが。なんかクローと違って全然変わってないような気が。それとは別に根本的なところで違いがあるみたいですね。ええ、コンパクの巡り方がクローさんとは違うというか、言い換えれば私たちとは変わりないですね。何？まさか青のジークフリード、それに聖女や領。ああ、彼らと違って私は不死者というわけではない。だがこの仮面は私の行動を規定し、潜在能力を極限まで解放する。なんという空腹。さあ乙女たちよ、始めるとしようか。そしてことほぐとしよう。運命の開口と血湧き肉躍る宴を望むところです。
昔からの恩人にしてかけがえのない7組の先輩届かせてもらいます。アンゼリカさん、先輩、一つ聞かせてください。一体いつからあなたがゲオルグだったのか。あなたはクロウ先輩の死を心の底から悲しんでいた。そんな立場なら内戦の時にいくらでも介入できたでしょうに。なのに全てにおいて後手に回り、クロウの葬儀で帳尻を合わせた。そのあたりが境目と俺たちは睨んでいるが、どうだ。君たち、そこまで見抜いていたのね。よくわからんが、それまでは別の記憶と人格だったってことかよ。ああ、考えてみればアルティナも攻防以前の記憶は消去されていた。そういった書き換えのような技術が黒の攻防にあるのなら。正解だ。クロウの死をトリガーに僕はゲオルグの記憶を取り戻した。そして偽りのジョルジュを演じながら君たちに接していたのさ。全ては黄昏を導くために、知性としての使命を全うするために。いろいろ言いたいことはありますけど、今は問答の時間じゃない。そこを通してもらうぞ、ジョルジュ・ノーム。この人も本気で立ちふさがるつもりなのでしょう。ああ、それに加えてこいつもおまけしてやろう。負けん、アングバール。あんたが名手ってのから授かったとかいう剣かよ。ああ、外の断りで作られたこの世に存在しないはずの剣。クロウ、それに今のてめえなら食らいつけるんじゃねえか。買いかぶりすぎだっつうの。さて、そろそろ始めましょうか。暗き地の底にて待ち得る決別の戦いを望むところ。届かせてもらうぜ、マクマン。さあ、この胸に飛び込んできたまえ。行こっか。いや、よし、やっせ。きます。わっ、私の番だな。トーク、これはどうかな。救護します。ありがとう。私の番だね。いや、甘いな。行くわよ。燃えろ、バリアントハーツ。行くわよ。行きます、トランスフォーム。これで、さて、アルゼイドです。手加減抜きで行かせてもらう。そこです。いただき。
護します。ありがとう。油断したかな。あれで、うん、よーし。ありがとう。行きます。やあ、そなたの感謝。行くわよ。やあ、チャンス。追撃します。せいさてと、それ行くぞ。はっ、たまえよ。よーかっせい。いきます。私の番だ。せい、私の番だな。と、これはどう。許さる。よーかっせい。崩れた。なかなか情熱的だね。悪いけど、君たちはここで終わりだ。任せてくれ。やっ、よし。
う。任せなさい。はっ、今よ。もらったら僕の番だな。打ちのめすぞクレイジーハント。よし、はっ、俺の番だ。竜巻を投げ払え。データを取らせても任せなさい。はっ、お返しだ。行くぞ。そこだ、ここだ。グラムキャノン照射。お返しだ。おお、しゃらくせえ。やれやれ、ずいぶん粘るね。覚悟してもらう。残念だけどここまでよ。ニエとしてのち。
か。このまま最後まで盛り上がると。クロスリベリオン。クロ、てめえ食らいなさい。プリズムキャリバー。このタイミングで。ここは任せなさい、シュワルツァー。あんたの大切な人たちはすぐそこまで来ているわ。理性も名前もなくしてなお何を求め剣を振るうか、己自身と向き合ってせいぜい見極めてみせろよ。ユナ、アルティナ、ニゼ、ここは私たちが食い止める。リーンさんはすぐそこですが、何かに飲み込まれかけています。でもあなたたちなら大丈夫、きっと。了解しました。お言葉に甘えます。ドールズ神七区に先行しますね。ここまでとは。行きたまえ、クルト、アス。ここは僕たちが食い止めるから。リーンは何かに飲み込まれ、自分を失っているようだ。せいぜいお前たちで活を入れてやるがいい。引き受けました。あんたらの分までお見舞いしてやるよ。できたか。そっちも気合十分みてえじゃねえか。ええ、同じく先輩方に託されてしまいましたし。ですがこの場所は、グレイボーン連邦地下千アージュにある大地の裂け目。厚い岩盤で外界から閉ざされた黒の工房の連絡回路、ここから3系統の研究所に移動することが可能です。ハル、ひょっとして思い出したのか。ええ、出荷前の基礎知識をインストールした記憶だけですが、アルベリヒ工房長の姿や先に目覚めたミリアムさんのことも。この子が僕の妹か。ごめんね、すぐに忘れちゃうと思うけど。外に出たらちゃんと再会して一緒に遊ぼうね。私はミリアムさんにすでに会っていたんですね。あの人だって記憶は完全になくしていたはずなのに、それでもしつこく話しかけて。そっか、本当にお姉ちゃんだったんだね。そしてちゃんと約束を果たして妹さんを最後まで守った。だったらなおさら取り戻してやらねえとな。ああ、
バリマールや、あの人と同じく。見つけた。大切なもの、なくしちゃいけない力。教官、教官、教官、聞こえてない。飲み込まれている。エマさんたちがそう言ってたが。ですがあの食器、あの色はひょっとして。ああ、俺よりもはるかにやべえ状態みてえだがな。呪いに蝕まれた状態。確か逃げだったか。え、確かに同じ色の。帝国を蝕み続けるという大いなる一の呪い。滅ぼせ全てを。あいつらを皆殺しにして全てを取り戻すために。状況かは知らねえが、あんたはそうじゃねえだろ。似合ってねえんだよ、どこまでもな。ですが、それが教官が背負ったものであるなら、どうか少しずつでも私たちに肩代わりさせてください。バンダールの剣は守護にして覇者検証の剣。あなたから教わった全てをそこに込めてお返しします。リーン教官、私はやっとここまで来られました。作られただけの私が、あなたやミリアムさんに導かれて、ユーナさん、クルトさん、ミゼさんにアッシュさん、先輩方と一緒に。だから誓います。この暗くて空っぽな地の底から、あなたとミリアムさんを取り戻すと。みんなを守る。お姉ちゃんの意志を、あなたを含めた全員で果たすためにも。上等だ、ぶちかましてやら。私たちの戦力受け止めてもらいます。邪魔する者キル。じゃあ、見切った。よし。やあ。ありがとう。わかりました。よーし。行くぞ。さ
てた。救護します。ありがとう。よーかっせい。行きますね。あとはお願いします。あとは任せな。打ちのめすぞ、クレイジーハント。任せろや。行くぞ。さてと。苦しくて悲しくて行くわよ。もらった。いいぜ。はっ、チャンスだ。もらった。私の番です。はっ。ありがとう。行くわよ。打ちのめすぞ、クレイジーハント。よーか、くっせい。崩れた。追撃します。私の番です。そこです。いただき。僕の番だな。はっ。いいぜ。行くわよ。はっ、くっせい。崩れた。追撃します。無駄です。私の番です。はありがとう。僕の番だな。やあ。ありがとう。いいぜ。打ちのめすぞ、クレイジーハント。任せろや。これで決める。こしゃくな。バンガールだぞ。行きます。任せろや。そら、助かります。よし、崩れた。もらった。とどめだ。なんとかこのまま自分を取り戻せれば。ミリアム、みんな、俺は一体なんてことを。での戦いでみんなが繋がった時のような。
あげなさい、全員を。君は？って誰？誰だっていいでしょ。そいつはある理由で心のかけらを失ってる状態よ。あんたたちにエマたち、それ以外にも縁がある人間全員語りかけてやれば取り戻せるはずよ。了解です。この後に及んでオカルトとは気に食わねえが、私たちのアークス2を起点に工房内、そして外部の霊脈にも。人たちの思いがお兄さんのもとへ。どう答える、リーン・シュバルツァ。追い込みすぎなんですってば。なんかヤバいのに飲み込まれて制御できなくなったんでしょ。あの時のそなたは我ら全員の負の想念を引き受けたはず。それこそが呪い、エレボニアを蝕み続けたもの。ま、やっちまったことをゼロにはできねえが、私たちみんなでどうしていくか考えることはできるはずよ。みんな、そのためにも僕たちには共感が必要です。取り戻したまえ、まずは自分の名前と意思を。いかに呪いが強大で共感を縛るものだとしても、君ならきっと取り戻せるはずだよ。ええ、力を貸すのは私たちだけじゃない。今までお前が培ってきた全ての絆が翼となるだろう。さあ戻ってくるがいい。待っています、みんなで。そうだそうだった、俺はこんなにも多くの人に思われ生かされて大丈夫みたいだね。
思議な力でつながったみたい。拳みたいですね。本当によかった。どうかご武運を。兄様たちならきっと大丈夫です。3人とも別の場所から。そうか、あれから一月近く。ちょっとばかり寝坊しちゃったみたいだね。うん、2年前といい、つくづく因果な運命なことだ。私も似たようなものだな。思考フレームのコアがロストした。それでも今後は可能な限りお主たちの力になっていこう。僕もちゃんと使いこなしてよね。聖獣には気の毒だったけど、きっとみんなの力になるから。続ける魂を。ああ、俺はシュバルツァー男爵家長子にして、八王一刀流が中で、トールズ士官学院卒業生にして、第二分校の専任教官、大切な仲間や教え子たちと共に帝国の闇を払わんと決めた者。トールズ士官学院七組。リーン・シバルツァミュゼモ。リン教官。教官、リン教官。アルティナ、アル、やれやれ。絶好の機会に先を越されちゃいましたね。さすがにチビウサ差し置いて抱きついたら軽蔑すぎんだろ。状況は分かっているつもりだ。全て見ていたからな。
ありがとう。セリーヌも苦労をかけたな。ふん、カシセンコだからね。それほどでも。ってセリーヌさんなの？確かに声は同じですが。まあ人前で披露するのはこれが初めてなんだけど。って追いついてきたわね。無事だったか。女神よ、感謝する。危なかったようだが、ユーナたちのおかげのようだな。うん、暴走してたリーンを止めたみたいだし。セリーヌも無事で本当によかった。エマ、あんたたちもね。って、そうなのか？たくさんの人たちに助けられちゃったみたいね。ええ、みんなも含めて感謝してもしきれません。なんとか取り戻せたかよ。手間をかけさせてくれましたわね。クロー、リーンを助けてくれたんだ。ありがとう、二人とも。助太刀してくれたことはちゃんと覚えている。礼も含めてじっくり話したいが、今はその余裕はなさそうだな。違いねえ。ハサミ打ちですか。自力で己を取り戻せたとは頂上だ。失っていた方が幸せだったかもしれないけどね。己を取り戻してもなお解けぬ鬼化の状態か。人ごとながら心配になってしまうわね。後戻りできないくらい混ざっちまったみてえだな。それってリーン。ああ、否定はしない。14年前、オズボーン宰相は自分の心臓を俺に移植したという。祝賀会の夜に宰相から聞いたという話ね。幸い死こそ免れたが、その時に俺は選ばれたんだろう。アッシュと同じ、いや大いなる黄昏そのものの真の見栄とでも言うべき存在に。帝国の呪いが選ぶという何らかのトリガーとなる存在。クソが、睨んでた通りかよ。ああ、その通りだ。戻ってきやがったか。やれやれ、千客万来だな。しかも招かれざる者ばかりとは。黒のアルベリヒ、いいえ、フランツ・ラインフォルト。ああ、来ていたのかね。イリーナ会長とクルーガー城も甘い。とっとと実家に連れ戻せばよかろうに。ふざけないで。イリーナ会長って何よ。あなたは母様をそんな風には。だから言っただろう、
そう、君とて同じだ、アリサ嬢。まあ、遺伝的なつながりはあるがね。アリサ。まあ、己を取り戻せたのは一歩前進と言ってよいでしょう。我らが果たすべき宿命、ボーガの鬼では不足でしたから。果たすべき宿命、それって鬼神の起動者のってこと？そうみたいだな。うん、表を上げなさい、デュバリー。あなた自身が選んだ道です。胸を張るといいでしょう。マスター、麗しの我がマスター、されど先の黄昏、世界の滅びには納得できません。その意味を自ら見出すまでしばし暇をいただきたく存じます。認めましょう、今までご苦労でしたね。はい、リアンヌ様。アルベリヒに聖女とそれぞれのドラマがあるようだ。我ら親子もまた改めて休活を除するとしようか。ああ、と言いたいところだが、この場に他の実力者たちも戻ってきている最中なんだろう。ルーファス総督に少佐たち、両兵王に他の執行者たちも。何？団長たちが見えたんですね、霊脈からの干渉で。ああ、と言っても一瞬だが、その意味で彼らが戻ってきたら可能性はゼロになるだろう。新旧7組にバリマール、ミリアムの剣も含めて脱出する。そうだな。帰りはノープランだったけど、当てがあるのね。バリマールさえ取り戻せばなんとかチャンスはあると思うわ。彼の思念が消えてるのがネックだけど、起動者がいればなんとかなるでしょう。そうね、そのためにも取り戻さなきゃですね。この後に及んで希望を失わぬとは、そちらの公女殿の仕込みと比べて何とも微笑ましいと言うべきか。過分なお言葉、痛み入ります。全容についてはまだ見抜かれていないと思うのですけど。ああ、正直感服する。間違いなくあなたは好敵手だ。オリバルト王子に続いてのな。って、いきなり何なのよ。俺たちが捕まっている間にいろいろあったみたいだな。ええ、帰ったらまとめてお話しします。希望があるからこそ絶望は深いと言いますからな。まずはこの場における希望を摘み取るとしましょうか。新たな傀儡、全ての戦術核の原型、ゾア・パロール。ま、仕切り直すとすっか。鉄血のあんたの力も見てみたいしな。まさか。抜かし取った鬼滅か。君の眼鏡にかなうかはわからぬが、聖女殿、よろしくお願いする。ええ、あなた一人でも十分でしょうが。あの剣は
火炎魔人のものとも違う。まさかミリアムさんの剣と同じ。製法こそ異なるが似たようなものだと言っておこう。我ら知性を滑る主人のみが持つことを許される無名の体験。さすがは伝説と謳われた。アルベリヒ、今はまだとどめておけ。これは失礼。我が主よ。総国の前に一度くらいは生身でやり合っておきたかったが、まあ勝負はついているだろう。君に風穴を開けられた時にな。ち、食えねえ野郎だぞ。リン、新7組てなわけでなんとかしのいでみな。ああ、任せてくれ。言われるまでもねえっつの。ここまで鍛えた力、教官たちについていくためにも全力全開でお手伝いします。鍵はそちらの二人だ。それ以外は任せるがいい。全力をもって抑えてみせよう。リン、みんなも頑張って。はい、皆さんもどうかご武運を。それでは余興を始めるとしようか。よみがえり師灰色の騎士にトールズの若獅子たちよ、自らの価値を示してみなさい。言われるまでもね、おばはん。失礼でしょ。こら金ちゃん頭、無礼は許しませんわよ。みんな引き締めろ。リン教官を中心に最大限のフォーメーションを。アーツと援護射撃、オーダーもお任せください。ああ、トールズ士官学院第二分校特務官7組、これより目標の迎撃を開始する。イエッサー。余興としてはちょうどよかろう。さあ、我らに力を示してみなさい。行くぞ。
きますよ。もう返さん。少々危険です。バトンタッチです。あとは任せな。なるほど、それなりにやりますね。クソが、政治家の剣じゃねえだろ。あの剣、まるで精神を蝕むような。百式軍刀術の極み、いや、それ以外にも。魔人のあの剣は、外の断りの魔剣アングバール。それに聖光人でしたか。かつての同胞ながら化け物揃いですわね。リバリー、お前は確かに早い。だが聖光人を破るには至ってないみたいね。ごちそう揃いじゃねえか、クロウ。せっかくだから鬼神を呼び出しちゃどうだ。その手には乗らねえっつーの。2体の戦術格が桁違い。おまけに白兵担当もいる。ちょっとあんた本気出しすぎでしょ。これは失礼。麗しき遊撃士殿、こちらの戦力も拮抗、もはや体制は覆らない。じきに他の面々も戻ってくる。長期滞在用の個室を多めに用意する必要がありそうかな。父様、終局ですか。さてどうする。言ったようにお前は黄昏の真なる贄に選ばれている状態だ。ニエとしての力を解放すれば万が一の勝機はつかめるかもしれんぞ。てめえ、ダメです。このおじさん何言ってくれちゃってんのよ。ほう、軍門に下るつもりでもなさそうですね。ああ、帝国そのものにかかった呪いに選ばれてしまった。だからこそこの瞬間だけは勝機が見出せる。まさか。ガイウス、エマ、すぐそこまで来ているぞ。そうか、わかりました。セリーヌ、手伝って。ガイウスさんの成婚に重ねて門を開くわ。分かった。
片側だけの点にも。いや、おいおい、この気配は。はっ、そうきたかよ。この歌声って。ああ、間違いない。青の深淵、ピータ・クロチルだ。ジャストタイミングですね。そして私の方でも見通せていなかったのが。聖杯の復調の箱ですが、どうしてあんな高い位置に。こしゃくな。来ますよ。あれは山猫号。シンセントさん、来てくれたんだ。それにあの銀色の船は。ええ、リベール組やクロスベル組から聞いた。聖杯騎士団が所有する守護騎士専用の作戦艇メルカバ8号機。俺が死から受け継いだ船だ。分かった、ナイスタイミング。将軍もドンピシャです。で、ここで来るかよ。いいタイミングじゃねえか。リン、無事みてえだな。ええ、おかげさまで。文校長にクロチルダさんもありがとうございます。副長さんの協力があってこそだけど。この場は我らに任せよ。撤退の準備を始めるがよい。イエスマン。手伝ってくれ。ええ、ケルンの霊気を整えるわ。彼の思念がなくてもあんたなら期待と同調できるはず。意識を集中させなさい。ああ、すまない、バリマール。俺のせいでこんな状態に。だが、どうか力を貸してくれ。明日を見出すためにも。ありがとう、相棒。行くぞ、灰の騎士バリマール。いや、いや
ミリアムさん。やりやがったな。ああ、クローも含めたみんなのおかげだ。みんなの気候兵は掴んだ。転移させるのね。フォローするわ。よっしゃ、乗り込みましょう。楽しい時間であった将軍。そのままさらなる研鑽を積みたまえ。止まってしまった我らの先、あなたならば目指すことも叶うでしょう。先祖の鬼神、それに最小の鬼神か。悪運だけは強いようだ。あれは魔光騎兵。さすがにヤバいね。みんな、リーンたちの元へ。周りに助けられたとはいえ、気をつかんだことは褒めておこう。だが分かっているな、もはや宿命が避けられぬことは。ああ、大いなる黄昏のニエドラって初めて分かった。鬼神の起動者全員に課せられた逃れることのできない宿命。避けようとすれば歪みはさらに大きくなる。それがクロチルダさんが言っていた真なる物語なんでしょう。ええ、私がコーマ城で結末をすり替えようとしたおとぎ話。下位次元において鬼神として分かれていた大いなる一を取り戻すための儀式、総国と呼ばれるそうね。正確には七の総国と呼んでいるが、大いなる黄昏が進む中、世界の滅びと共に行われる儀式だ。それこそが黄昏を引き起こした本当の目的。全ては大いなる一とやらを蘇らせるための茶番というわけか。ええ、その通りです。茶番というには悪辣すぎますが。だがまあ、めちゃくちゃに熱くド派手な祭りらしいからな。そのクライマックス、ぜひともお目にかかりたいもんだ。悪趣味だね。結社がどういうつもりかはこの際置いておくとして、兄が金の鬼神の乗り手となった今、全ての条件が整ったわけか。ああ、もう後戻りはできねえだろう。それでも俺は抗うと決めた。かけがえのない仲間や教え子たち、7組や協力者たちと共にミリアムの魂に報いるためにも、何よりも俺が俺自身であるためにも。リン教官、私たちも同じです。うん、全てが悪い方へと向かう絶望的な状況において、リーンだけじゃなく私たち自身もどう生きるべきか見極めるために。よかろう、ならば抗ってみせるがいい。それもまた総国のための格好の焚き火となるだろうからな。メルカバ2号機から連絡、上空で複数の機影が接近中。ほら、
とっとと離脱するよ。行きましょう、エマ、セリーヌ、ガイウス君も。ええ、皆さん集中を。一気に運ぶわよ。光りささぬ地の底から翼と共に空へと。君たちにも期待しておこう。大地の竜を食い破るための奇想天外かつ魅惑的な一手を。ふん、半分くらいは見抜かれているようだが。教官とミリアムさんの剣を頂戴する代償にお教えしましょう。ミル・ミラージ。それが私が走らせている作戦です。なるほど。総国とはまた別に週末の盤上で遊ぶとしようか。今です、皆さん、こーい。先導する。ついてこい、リン。後輩ども、よろしく頼む。ちっ、こういう時は重さがあだになりやがる。あれって太陽の光？ああ、明け方だろう。8号機、ふん、回収が済んだのか。教会の船だと？地上教会、帝国に盾つくつもりか？鉄血殿に聖女殿、ナンバーワンまで出し抜くなんて、深淵に黄金の羅刹、守護騎士を味方につけているとはいえ、リンさんとやらは大層運に恵まれているみたいですわね。最悪と言っていいほど過酷な運命みたいだけどね。彼らにとっての苦難はこれからなんじゃないかな。まあ何にせよ、これで役者と舞台は整ったわけだ。大陸全てに火をかけて地獄の大釜の蓋を開くための。ええ、大地の竜は目覚め、七の鬼神は揃った。もはや物語の佳境に向けて全てが加速するだけでしょう。お嬢様、皆さん、リーさん、ミリアムちゃんもこれで。まあ収まるべきところに収まってくれて何よりだぜ。たとえ希望がどれほど儚く絶望が避けられないとしても。さて、どう動く？リン、それに七組たち。